こんにちは。続いて地域福祉課から在宅医療と介護を考える市民公開講座についてお知らせします。射水市では医療や介護が必要になっても住み慣れた地域で自分らしい生活を送るために在宅医療と介護を考える市民公開講座、この町でこの家でずっとあなたといたいからを毎年開催しています。今年度も12月10日日曜日、射水市ひばりの救急薬品市民交流プラザにて開催します。13時より開場し、13時30分より開演予定です。今年度は地域で最後まで生き切るためにと題し、医療法人社団ナラティブホーム理事長、医師である佐藤信彦先生にご講演いただきます。佐藤先生は住み慣れた地域で最後まで安心して過ごすための在宅医療介護の普及に尽力しておられます。今回は在宅医療と介護の実際や連携について、またこれまでの医療現場でのご経験談を中心にお話しいただきます。またパネル展示では、射水市内の訪問系の介護サービス事業所における活動内容等を紹介します。福祉用具展示では、在宅生活に役立つ福祉用具を実際に手に取り試してみることができます。相談会は射水市薬剤師会、射水市保健センター、認知症地域支援推進員がブースを設け、困りごとや心配ごとについて気軽に相談できます。老老介護に不安のある方、一人暮らしでも最後まで住み慣れた地域で過ごしたい方をはじめ、在宅での診療、看護、介護、リハビリに興味関心がある方は、申し込みは不要ですので、お気軽にお立ち寄りください。皆様のご参加をお待ちしています。在宅医療と介護を考える市民公開講座のお問い合わせは、射水市地域福祉課地域支援係です。電話は0766-51-6625、ファックスは 51-6657 です。以上、地域福祉課から市民公開講座についてお知らせしました。